ちゃんは見た。私はゆずり派、高級住宅地に住む主婦で42歳。自分磨きに余念がなく、周りからはいわゆる美魔女とささやかれている。ゆずり派さんはいつまでも若くて羨ましいわ。本当ね、スタイルもいいし。何かやってるの？いえ、そんな特別なことはやっていませんよ。ただの体質です。本当は陰で血が滲むような努力をしているのだけど、周りからの全貌の眼差しが心地がよく、努力という泥臭さは済まして隠していた。そんなある日のこと。ああ、ゆずりは？お母さん、どうしたの？実家にあなた宛ての電話があったのよ。あかねさんって人。あかね？高校の時の同級生だって。あなたと連絡を取りたいって電話があったんだけど。すっかり忘れていた嫌な思い出がじわじわと蘇ってきた。そう、あかねは明るくて可愛くて人気者だった。いつも周りに人がいて、私とは正反対。私はというと、太っていてダサくて暗くて友達の一人もいなかった。いつも隅っこで本を読んで誰とも喋らず。電話番号を教えてもらったけど、折り返し電話ちょうだいって。かけてあげるの？かけないわよ。だいたい何の用だか。そう？まあこういうのは大抵マルチとか宗教の勧誘とかそういうのよ。またかかってきたら適当に断っといてちょうだい。わかったわ。そう言っておいたのだが、その後も何度も連絡が来たと母に告げられた。懲りずにまたかかってきたわよ。また？そろそろ出てあげたら？絶対に嫌。本当は専業主婦だけど、パートが忙しいと言い訳し、お金ないですアピールもしてもらったが、大した効果は得られなかった。もう何度も断るの。お母さんも嫌だから自分で断りなさいな。うん、このしつこさ変わってないわね。ねえねえ、ちょっと見せてよ。うん。あ、漫画かと思ったら小説なんだ。でも挿絵が漫画みたい。何これ。あかね、やめてあげなよ。やめ、いっつも絵も描いてるよね。こういうの見ながら描いてんの？ねえ、ちょっと見せ。やめてって言ってるでしょ。どうしたの母さん、大丈夫？顔色悪いよ。あ、味付けしてあるのに醤油かけちゃってすまん。違うの、あなたに言ったんじゃないの。ちょっと上に行って横になってるわね。あかねさん、なんでゆずり派なんかに絡んでんの？ほんと、あんなダサいのほっとけよ。あかねには似合わねえよ。だってさ、いつも一人でかわいそうだし、それになんかオタクとか面白いじゃん。あかねったら性格悪い。25年経ってもまだ私をバカにするつもり？いいわ、きっぱり断ってやる。昔の私とは違うのよ。後日、もしもし、ゆずり派だけど。ああ、ゆずり派、よかった、やっと話せて。あのね、寛容ならお断りで。ゆずり派が読んでた小説の名前教えて。は？読んでたじゃん、教室で。ねえ、お願い、気になってたの。あの、ほら、魔導士とか闇の剣とかそういうのが出てくるやつで。失格のエトラ魔導士シリーズのこと？あ、それ、途中まで貸してくれてたでしょ。続きが気になっちゃって。エトラシリーズは大量に刊行されているから、こっちの闇の王国編から読むといいわ。貸してたやつの続き、その後はこっちの異世界目視録編で。バカ、何をやってるのよ私は。好きなものに興味を示す相手に甘々になるのはオタクの悪い癖ね。これこれ、以前もこうだった。ねえ、これ絵がかっこいいじゃん。ちょっと読ませてよ。うん、こっちのシリーズから読むといいよ。でも結局は。それになんかオタクとか面白いじゃん。これを誘い文句に勧誘でもしてきたらビシッと追い返してやるわ。だいたいこんなところ近所の人に見られたくないわ。ありがとう、気になってたんだ。早く本はしまって。にしてもなんで今さら。本題は何よ。本当に小説が気になったってだけ。うん、確かに今さらなんだけど、ちょっとね、怪しい。にしてもゆずりは全然変わってないよね。超嬉しい。はあ、だいぶ変わったと思うんだけど。あ、違うの、内面的な意味ね。前から優しかったじゃん。今もこうして会ってくれたし、本も教えてくれたしさ。あなたはあまり変わってないみたいね、そのしつこいところとか。
ゆずりは言うようになったね。確かにゆずりは見た目変わったね。綺麗になったのもあるけど。けど？おばさんになった。お互い42なんだから当たり前でしょ。やだ、そんな怒んないでよ。超バッドなんですけど。何言ってるのよ。ねえ、連絡先交換しようよ。ポケベルってまだ持ってる？ポケベル？持ってるわけないでしょ。そっか、そうだよね。じゃあ、せっかくだけどお断りするわ。本は実家に返しておいて。え、なんで？まだ信用してないから。ちょっと待ってよ。信用してないってなんで？本当の目的はマルチの勧誘だとか高い下着売りつけたりとかそんなんでしょ。悪いけど昔と違ってはっきり断れるようになったの。違うってば。ダメだよ、もっと人を信用しないと。前にラギセも言ってたじゃん、人という字は支え合って。ラギセンって誰よ。ヒイラギ先生。ああ、いたわね、そんな人。だいたい私無職だし、何も勧誘なんかしないよ。そうなの？それに他の友達は会ってもくれなかったよ、ゆずりはだけ。そう。あ、見て見て、最近の女子高生ってルーズソックス履いてないんだね。っていうか格好がおとなしい。面白い。うん、正直言って信用云々よりも気味が悪くなっているのが本音だった。年不相応な喋り方に妙に時代錯誤な話題、早く立ち去ろうとしていた時だった。あら、ゆずりはさん。ちげえね、これからお茶。あ、かりんさん、つつじさん、どうも。これから帰るところで。そうなの。あら、ゆずりはさんの服、今日も素敵ね。女優さんみたい。ほんと、スタイルがいいから何でも似合うのね。羨ましいわ。女優さんだって。ちょ、やめなさいよ。あら、そちらの方は？給油で。クラスメイトのあかねちゃんです。ね、おばさんたちもゆずりは綺麗だと思うよね。昔からは考えられないくらい、きっと人一倍頑張り屋だからダイエットして垢抜けて。やめなさい。ちょっと、あなた本当に何のつもり？25年も経ってまだ私をバカにするの？バカになんて。あの頃の私はもういないの、捨てたの。校舎裏であなたたちに陰口叩かれたのを聞いた以来ね。それなのにまだ私に粘着する気？いい加減にしてちょうだい。何泣いてるのよ、いい年して。ごめんね、私ゆずりはに気づいてた。え？私、八方美人だから周りに合わせないと怖くて、ゆずりはに謝りたかったの。でもそれ以来口聞いてくれなかったし。あかね、あのね、信じてもらえるかわからないけど、私、24年間、自己物状態だったの。え？高校卒業して間もない頃。ふんふん、ふん。あっ。あかね！お姉ちゃん！トラックの居眠り運転で交通事故に巻き込まれたの。そんな。なんと、アカネは植物状態から奇跡的に去年目覚めたらしく。あれ、みんなどうしたの？アカネが目を覚ましたぞ！1年のリハビリを得て、ようやく最近、社会生活が送れるようになったらしい。他の子に植物状態だったこと言っても信じてもらえなくて、警戒されて話を聞いてくれないの。ゆずりははせっかく会ってくれたのに、また聞いてもらえないかもと思うと、怖くてどう謝ったらいいのかわからなかった。ごめんね。年に似合わない喋り方や話題、何より目の前で少女のように泣く茜を見て、嘘じゃないとはっきり分かった。それと同時に目が覚めた時、どれほど怖かっただろうと目の前の不器用な少女を痛ましく思った。そうだったの。ごめんなさいね、そんなことも知らず。ゆずりはは何も悪くないの。本当は面白そうな本読んでるなって、仲良くしたいなってずっと思ってたのに、私のせいで何もかもむちゃくちゃになってる。うん、本当はあの時声かけてくれて嬉しかったのよ。あ、そうなの？そうだよ。そっか。
今日はもうやめなさいよ。ねえねえ、まだ話足りないからあそこ行こうよ。学校の近くの喫茶店。いいわよ。やったー。あとね、あとね、洋服も一緒に買いに行きたいし、プリクラも撮りたいし。あ、そうだわ。今度うちにもいらっしゃいよ。え、いいの？美味しいケーキを焼いて待ってるわ。やったー。ねえ、私まだまだやりたいこといっぱいあるから付き合ってね。ええ、もちろんよ。ゆずりはと仲直りできて本当によかった。ずっと行き違ったままになったらどうしようと思ってたの。そうね、私だけはずっと行き違ったまま寂しい思いをしたわ。きっと茜の話をちゃんと聞かなかった罰だと思う。それでも茜はちゃんと話しかけてきてくれた。本当の私を見てくれていた。もう自分を偽らなくていい。私には親友がいるから。ご視聴いただきありがとうございました。25年越しにクラスメイトから自分を偽らなくていい親友となるのはいい関係だなぁと思います。植物状態から目覚められたのも、高校卒業してしまってからも、ゆずりはさんに謝りたいという後悔の念が奇跡を起こしたのかもしれませんね。それにしても24年もの間眠ったままだったというのはどんな感覚なのでしょう。きっと一生経験することがない出来事なので想像することしかできませんが、未来へ一気にタイムスリップした気分なんでしょうかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。